でね、無事東京の草が行われました。まずはね、その時の様子をちょっとだけ見てみましょう。クドちゃんと佐藤ちゃん行ったんですよね。はい、行きました。日本武道館へ。私初めてだったんですよ、日本武道館行ったの。うん、あんた何でも初めてだよね。そう、本当にこの間フグも初めてで、どうだった？もうね、ね、ね、セットもね、アジアって感じのね、うん、私なんか結構帯のこうもうね、ゴールドな、ゴージャスな帯締めみたいな感じを受けました。セットがね、すごい綺麗で、うん、もうステージも金かかってんだろうよ。いろんなとこから呼んでんだもん、すごい人。どのファンの方が良かった？私たちはやっぱしね、うん、日本代表のバーブルガンをご覧になるから。ジャオキュワンは？もう私たち大騒ぎしました。ワールドミュージックの人いたでしょ。マレーシアのの何ザイナラアリス、うん、PP のアイドル、うん、かっこよかった、ね、かっこいいの、うんうん、男だっけ、うん、今さらあ、そうか、うん、よかったね、はい、本当にありがとう、はい、それではですね、うん、とグランプリ発表の時のシーンをちょっと見てみましょう。 The grand prize goes to Smokey Mountain Philippines。Especially to all of you. Thank you very much. And thank you. T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 hank you.でしたね。それではですね、今回はなんとこのパンティーパーティーにそのグランプリを受賞したスモーキーマウンテンさんに来ていただきました。こんばんは。はい、どうぞ。スモーキーマウンテンさんね、しました。本当におめでとうございました。自信はありましたか？Well, we were actually expecting to win the grand prize because all the contestants were really good and I could say that it's a tough competition. でもすごくみんな上手い人ばっかりでね、うん、ライバル強しという感じだったんで、まさかグランプリを獲得できるとは思わなかったです。そうですよね、皆さんなんかちっちゃそうですけれどもね。それでは自己紹介をお願いしたいんですけれども。私はジンプです。16です。16歳。私はチェリーです。14歳です。私はシャルサンダスです。14歳です。14歳です。16歳が1人に14歳が3人と。私は22歳です。バカにされてしまいました。そうですか。なんだかね、東京学祭でね、いろんなアーティストがいたんですけれどもね、意識したアーティストとかはやっぱりいましたか？サリエ、from Hong Kong。香港のサリエとか。I also like Zainal Abidin of Malaysia. Bubblegum Brothers. Bubblegum Brothers. あ、じゃあ Bubblegum の他にね、日本のアーティストで知ってる人はいますか？初めにやるジャンプにとるしな。少年隊。少年隊ってすごいんだね。少年隊はあったんだよね、東京学祭で。少年隊やった時に。Yeah. Yeah. はい。かっこよかったですか？ Good looking? Yes. いや、言えとは言えません。あ、そうですか。いや、PP は何か質問は？歌うということは心をどのぐらい締めてますか？皆さん自分の心を歌うということ。 How important is singing to you? How important is music to you? Well, it's like a part of our life. Without music, I think もう人生の一部っていう感じで、音楽なしの人生なんてっていう感じです。あ、そうですか。この年にしてもう人生をかかってくる。
皆さんは日本に来て、まあ、何日か経ったと思うんですけれどもね、どっか行きました？日本で。In Japan, did you visit anywhere? Yeah. Disneyland. Harajuku. Harajuku. 行ったの？買い物に？ Shopping? はい。Yeah. 何か買いました？ Shades. Jeans. Shoes. あ、そうですか。やっぱり若いもんはみんな同じですね。他に行ってみたいところはある？マウント富士。富士山。私の富士山は行ったことがないですけど。そう、行ったら欲しいの。それではですね、スモーキーマウンテンさんにですね、歌っていただきましょう。曲はですね、ワナセイの、そして東京音楽祭でグランプリを受賞したパライソです。それではお願いします。スタンバイをお願いします。すみません。あ、is the one who won grand prize in the Tokyo Music Festival, Paraiso.
away and tells them to enjoy the smoke in the air, the grass that's never there. If I could see a single bird for the joy, desired and hungry land could expect some fruit and hope and respect from the rain. いい曲だね。14歳と16歳に思えないよね。歌うまいし。めちぎったのよ。本当14とかに思えない。だって14にしては父もでかい。そう、分かってないよね。あ、そういい曲なんですけれども、 日本でも発売され Yes. Yeah, the single was released last Sunday. The first single, and the album will be released on March 21. The title of the single is Paraiso. もらってしまいました。ありがとう。優しいです。じゃあもう一回だけ説明してあげましょう。これが先週の日曜日に発売になったという、スモーキーマウンテンのパライソ。これは東京学祭グランプリ受賞曲です。皆さん買ってあげてください。それからちょっと小耳に挟んだんですけれども、なんとスモーキーマウンテンさんは日本語がお上手という。はい。はい。これ入って日本語ですよね。なんか喋っていただけます？私たちはここに来られて大変美味しいです。うまいな。私たちはフィリピンのから来ました。うん。存じておりますよ。はい。あとは よろしくお願いします。今の良かったですね、なんだか。よろしくお願いします。グッ。
どうもありがとうございます。締めもしているというね。本当に今日はスモーキーモウンテンさんありがとうございました。どうもありがとうございます。これからも頑張ってくださいね。うん、それじゃあどうもありがとうございました。またね。あ、またね。パイソー教学祭グランプリ受賞のスモーキーモウンテンさんでした。それでは、CM です。よー